浅野さん取りやめた感じですか。またベンチにいるような状態が続いています。タイミングをちょっと見ているかもしれません、はい、もう入れ替わった。さあ伊佐ビッグチャンスだ。折り返した。うまい。ババー。いやー、一発で止めました大分トリニータ。いやこれドンピシャですね。片野坂監督の交代、伊佐がですねここ5番の田代を1対1でこう剥がしたんですよね。でなんといってもこの馬場のポジション、キャプテンがこう動きすぎたくなっちゃうんですけれども、ここまずね1対1勝ったとファールないですからね、はい、ここニアの方にインサイド取りたくなるんですけども、このファーのところでスペース見つけてこれ我慢してるんですよね。ここの通達面が良かったですよね。あの時間作ったのが伊佐の、よくここポジション取って決めましたね。ブロックしながらうまくかわしました伊佐、見事なアシスト。